誰でも簡単にプロレベルでできる最強のライブ配信ツールを紹介します。しかも無料。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは、知らないと損するストリームヤードの使い方。このストリームヤードを使えば、もう誰でも簡単に見ていただいている視聴者の方と双方向のコミュニケーションがプロレベルでできるようになります。いつでもどこでも生放送番組ができるんです。それでは実際に見ていきましょう。こちらの画面はライブ配信をしている時と同じ画面です。それでは特徴を紹介しましょう。まずは特徴その1、 YouTube と Facebook の同時配信が可能。2、バナーを出せるということです。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで。3、コメントを表示できる。ね。こんな感じで、こんな感じで、コメントを表示できます。4、画面共有ができます。例えば、YouTube。じゃん。こんな感じで、こんな感じで、できます。し、パワーポイントとかであれば、じゃんって戻って、パワーポイントスライドショーっていう風に、シェアすることが可能です。5、デザインができる。はい、こうやって自由にロゴを変えたり、そして上のオーバーレイっていうんですけど、上の看板を変えたりすることも可能です。6、友人を招待できる。こちらが URL を送って、向こうがクリックしたら簡単に招待できます。こんな感じで。ねえ、なんか2人とも超絶笑顔でいいっすね。すごいでしょ。まあ、こんな感じで見ていただいている視聴者の方とも双方向にコミュニケーションできますし、実際にね、来ていただいて対談形式でもできると。素晴らしい最強のライブ配信ツールです。この動画を見ていただいたら、3分でアカウントを作ることができて、30分で実際にライブ配信ができるようになります。ですので最後までご視聴いただければ嬉しいです。このチャンネルでは、教育や仕事や人生に役立つ情報、そして生きる力が湧いてくる、そんな配信をしています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまず最初にアカウントの作成方法を紹介させていただき、二つ目に設定方法、そして設定してからライブ配信までの流れを紹介し、そして三つ目、ライブ配信してる時の操作方法、これらを順を追って紹介させていただきます。1番、アカウント作成。こちらはストリームヤードのホームページです。まず最初にすることは、 E メールアドレスを入力するということ。こんな感じです。そして、その下の Get Started のボタンをクリック。こちらの画面になります。で、先ほど登録したメールアドレスのところに、6桁の数字が送られてきます。その数字を入力して、ログインボタンをクリック。これで終わりです。3分。いや、2分でできるでしょ？はい。これでアカウントは作れたので、次は設定をしていきましょう。まず最初にするのは、どこのチャンネルでライブ配信をするのか、その登録です。こちらの左のデスティネーションズを選択してください。で、こちらのストリームヤードでは、このようなチャンネルのライブ配信が可能となっています。Facebook ページ、グループ、プロフィール、そして LinkedIn と YouTube チャンネルと Twitch とか様々なチャンネルがあります。では、まず今日は Facebook のチャンネルを登録していきます。Facebook ページをクリック。そして、コネクト Facebook をクリック。すると、自分のページが出てきますので、こちらをクリック。はい、これで OK です。じゃん、出てきましたね。出てきましたね。これで設定も完了なので、次は実際にどうやってライブ配信していくのかっていう、その流れと操作方法を紹介していきたいと思います。はい、次はこちらのブロードキャストをクリックします。で、アップカミングブロードキャストの方をクリックして、その下のクリエイトアブロードキャストをクリックします。どこで配信するのかを選択します。
Facebook の自分のページと YouTube、タイトルは、まあ、テスト配信ですね。概要もテスト配信でしょ。で、スケジュールフォーレーターってことで、いつに配信するのかを設定できます。Today、今日の、まあ、5時20分の PM。で、このアップロードサムネイル、サムネイルイメージということで、こちらでサムネイルを選択しましょう。それでは、こんな感じにしましょうかね。じゃん。はい、そして一番下のボタンをクリックします。で、最後確認してこれで OK だったら、クリック。はい、これで5時20分にライブ配信がされるということが、Facebook と YouTube に告知されました。はい、実際見てみると、こんな感じです。YouTube はこんな感じ。はい、そして Enter Broadcast Studio、こちらをクリックします。こちらで音声とカメラの画面のチェックをしていきます。で、名前は何でもいいんですけど、僕はミスターおかっちでいきましょう。はい、これで良ければそのままエンターブロードキャストを押します。はい、ここからはもっと細かい設定とライブ配信の流れを紹介していきたいと思います。まず左下にあるこちらのカメラをクリックします。そうすると顔が出てきます。まずは画面の右側にあるボタンを紹介していきます。一番上はコメントです。こちらで、いただいたコメントを画面にジャンって表示していきます。試しに今からコメントを打っていきますね。 Facebook、まあ、こんにちはって入れたらこちらのストリームヤードのところに、はい、やってきました。で、コメント来たらこのように表示します。次はバナーです。こんな感じで画面左下に出てくるこうバナーなんですけど、こちらはあらかじめ自分で作っててもいいし、ライブ配信やりながら、じゃあ今から平和について話そうとかね、書いてテーマを出すこともできます。で、先ほども出しましたけど、こんな感じでね、スクロールさせることも可能です。その次はブランドです。こちらで画面のデザインをしていきます。ロゴを自由に選べます。で、左上の看板もその時のライブ配信に合ったテーマを自由に作ることも可能です。それでは次にどうやってパワーポイントとか YouTube とかのウェブ情報を共有したらいいのかっていうところを紹介します。一番下にあるシェアスクリーンを選択してください。ここでどのスクリーンを選択しますかっていうのが出てきます。じゃあパワーポイントやったらパワーポイントを選びます。はい、選んだらこんな感じです。で、画面の大きさもこうやって選択することができます。じゃん、じゃん。YouTube とかのウェブ情報をシェアするときも同じです。シェアスクリーンを押して、まあ、アプリケーションウィンドウでも Chrome タブどちらでもいいんですけど、そちらの中でじゃんって押して共有すると、じゃんじゃん。それでは次にどうやって友人を招待するのかっていうことについてご紹介します。そのシェアスクリーンの横にあるインバイトボタンをクリックします。そうするとこの URL が出てきますので、この URL をコピーしてその友人さんに、まあ、メッセンジャーでも LINE でもどんな形でもいいので送付してください。で、その届いた、それを受け取った友人さんはその URL をクリックして、そして対談ができるという形です。1点だけ注意点があって、ブラウザはサファリでやっていただくようにお願いします。それでは実際に僕自身に招待を送ってやってみたいと思います。はい、ということでうまくいけば下の画面に出てきますので、こちらをクリックします。出てきましたね。はい、画面の表示はこんな感じでもええし、こんな感じでもええし、こんな感じでもいいし、こんな感じでもええし、こんな感じでも OK。 そして最後に右上にある Go Live ボタンを押したらライブ配信がスタートです。もう始まってます。こんな感じで、はい。そして終わりたかったらこのエンドブロードキャストを押していただいたら終わります。それでは最後に無料版と有料版の違いについて解説します。一つ目、デザインできる箇所が違います。
こちらは有料版、こちらが無料版です。で、無料版は上のロゴの部分はもうこちら決まってます。こちらを取ることはできません。このストリームヤードっていうロゴは取れません。で、左上の看板はこちらしか選択することができません。2つ目、無料版ではこのようなバナーのスクロールはできません。3つ目、無料版では1チャンネルのライブ配信となってます。有料版では Facebook と YouTube を同時配信することが可能です。どうやって有料版に申し込むかというと、こちらの画面をまず閉じて、マイアカウント、右上のマイアカウントをクリックしてビリングを選択します。で、一番上にあるチェンジプランを選択します。で、僕はこのモーストポピュラーのベーシックプラン、月25ドル、だいたい2500円ぐらいですね。そちらのプランを申し込んでいます。以上です。こんな感じで誰でも簡単にプロレベルでできるストリームヤードの使い方を解説させていただきました。どうでしょう、3分で設定できて30分ぐらいでもうライブ配信できそうでしょ。めちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ実際にやってみてください。で、何か質問があればコメント欄残してください。こんな感じでミスターおかちのチャンネルでは仕事とか人生とかビジネスに役立つ情報を配信しています。ちょっとでも参考になったなと思ったらいいねボタンを押してくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。ふう、今日もライブ配信しよう。